玉毛助さんと喋る太田大輔さんの絵本がね、初めてね芝居化されるんで、ゼロから作ってますもんね。小道具から、そう、大道具から全部自分たちで作って、何が一番の大変かって、演奏しながら歌歌ってセリフ喋って道具の転換もしてるんですよ。僕太鼓叩きながら歌ったりとかして、はい、私も三味線をかき鳴らしながら、あらすじは、まあ、ゲスケさんという上結さん、まあ、美容師さんとか床屋さんとか今でいう道具を毎回大事にする。大橋さんありがとう、あなたのおかげでご飯食べられるよとか、おひつさんありがとう、あなたがいるから朝残ったご飯がこうやってまた美味しく食べられるよとか、身の前にあるものに対する感謝をしてる方が、でもやっぱり人いないと寂しいなと思ってたら、その見かねた道具たちが喋り出す。そっちが可愛いし、本当に可愛い。太田先生が全部描いてくださって、そうなんです、後ろの絵描いてくれたりとか、あの小道具の顔を描いてくれたりとか、太田大輔先生の作品の世界観に皆さん入っていただければなと思うような作品に仕上げています。主な役、あ、唯一出てくる悪役のワルベイさんという、悪そうですね、悪そうですねはい、私主な役としてはこのしゃもじですね、しゃもじろうをやります。全身が入っていろんな役やらせていただきました。もう娘だったり、おばあちゃんだったり、お母さんだったり、ちょっと変わったところではカエルやったり、お地蔵さんやったり、ったね、いよいよしゃもじになります、はい、こういう新しいことをみんなでワイワイ楽しみながら、お客様に楽しんでいただけるようにお芝居作りに励んでます、はい、8月4日ザ・高円寺2で幕を開けます、はい、この高円寺の後は北方、そちらの方がお近い方は遊びに来ていただければと思いますので、楽しみにしててください。お子様、お孫ちゃん、大人の方もきっと楽しい作品になるので、ぜひぜひお誘い合わせの上劇場に遊びに来てください。皆さんこんにちは、はじまなつみです。今回のこの作品は私にとって全身座での2作品目となりまして、先生が書き下ろしてくださった可愛い道具たちに囲まれながら楽しくお稽古を進めております。私は初めてアコーディオンに挑戦しておりまして、たくさんの鳥も表現しておりますので、どうぞ劇場で楽しんでいただければなと思います。皆さんこんにちは、松永陽です。主役のマゲスケさんを演じさせていただくことになりました。上結さんの役ということで、床山さんのところへですね、カツラのお手入れを習いに行きまして、その様子を撮影してまいりましたので、ご覧ください。これ撮って、はい、この中の紐へ、まあ、通してあることとしますね、今ね、こうやってちょっと締めて、締めてここにかけて、まあ、自分で練習してもらうから、今これが、あの、これが結構重要。これはね、ちょっとすごいやりにくい感じで、ここがこのぐらい硬くなる、ここに入れれば、これで完了です、はい、これで出来上がり。よいしょ、できましたね。さっきのケースにしまう前、ここをこういう感じでこれをやってみてください。で、ちょっとこれをで、これはまず頭を左手で持ちますよね。さっきの持ち方。そしたらこのままここの輪金に手をかけて逆さ、そうそうそう。それで真ん中、真ん中、真ん中、うん、こう、あ、こう、うん、そうそう。それでたら2、3、4ぐらい、そうそうそう。とにかくこれが、あのタボがだんだんあの形が変わってきちゃうと思うんで、はい、毛が、そして中でこんがらがってるのが出てくるのね。こういうとこがこう、なんていうのかな、あやになったりするわけ、はい、こういう感じに、こういう感じに工作してるでしょ、はいはい、これを直したよ。だからこれだけだったら今すごい簡単だからこう直してるけど、こうやって入れることで、あ、そこら辺の毛が揃うわけね、はい、ここをこうやるんだけどこう入れて、こう入れて、こう、うん、そう、手を添えて、そうするとこれがあのカツラ自体が動くのを止められるでしょ、そこで、はい、もうちょっとね、下から入れて、これ下から、うん、そう、そう、横から、この、こういう方向下から、うん、こう、うん、いいんじゃない。で、今のがタボね、タボね。そしたら、
タボが終わったら瓶なんだけど、じゃあこれこういう風になるでしょ。これこういうのとか、まあここまで出ないと思うけど、はい、こういうのはどうするかっていうと、これで押さえてもいいけど、こうやって。ただこれ全部ね、後ろにこの毛が全部後ろに行っちゃうから、こんなに強く入れちゃうと、こういうのちょっとぐらいだったら、こういうちょっとぐらいだったら毛を掴んでて、その下に挟み込んじゃうから、その下のところをこの曲げ棒で持ち上げてて、それちょっと入れてみて、そのちょっすぐ下のところ、うん、そう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 、あ、それもう最後までここまで入れるつもりで、で毛になるべくストレスが、順番が逆だな、これをもっと引っ張ってて、引っ張ってる下のところ、ここを持ち上げる、あ、そっち、そうそう、はい、沿わせたいところのすぐ下、こうして、そうそうそう、それそのままこっちへやって、これ、そう、うん、今ちょっと下に引っ張っちゃってた、こう引っ張るんじゃなくて、こっち、うん、でも入ってるよ、だいぶ、はい、これで入ってるでしょ、はい、で その後ね、もしだったら水つけて、あ、ごめん。こういうので鳴らせば、こう、もっと先端だけ入れるつもり、こうして、そうそうそう、それで、そしたらもうここでって言ったら、これを引っ張ってて、はい、うん、そう、はいはい、いいです、それで、ね、すごい綺麗になってるね。あとは曲げにダメージがある場合があるんだけど、それは例えば、まあ、これがね、こうやって出ちゃったり、はい、あとここにかかってる糸切れたりするんですよ。あ、ここに糸かかってる、はい、ここにも糸かけといたんだけど、はい、結局ここから何かで押されるとどういうことが起きるかっていうと、押された分毛が広がっちゃって、ここら辺全部広がっちゃうのね。まあ、それこれはその傾向にあるんだけど、はい、全体的に広がってるね。こういう風になっちゃった時は、はい、これは前に送らなきゃいけないよね。でそれは、まあ、こんなになっちゃっていうのもちょっと大変だけど、こうやってやるしかないんだけど、こうやって前に送っていくしかないんだけど、でね、こんなにすごくなっちゃった時は、俺たちはここにこれを入れるんだ、そしてこれここにかけるんだね、こういうやり方してます、ここで。でこれでここまで止めといて、この下は綺麗になるから、これをこう送れば、おお、こういう感じで送っとちゃう、ね、なるべくいじるときは今ここでかけてたじゃない、はい、それはこれ以上広がらないためにここに、はい、かけたのね。だからこれはないから、持っていかないから、ここでちょっと軽くこれ以上広がらないつもり、ギュッて持つんじゃなくて、はい、これ以上広げないっていうつもりで、こういう辺はこうやって浮いてきた毛は前を送るっていうのがある。それで、これがあるんですよ。これをね、そこに入ってるけど、あ、これ、それを、こうやってバサバサしてきちゃったら、これを両サイド押さえながら、こうやって前までこう送っちゃう。で、寝かしちゃっていいよ。寝かしちゃって、うん、そう、寝かしちゃっていい。そう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 、そういう感じ、そういう感じで。というわけでですね、初めての主演でいつも以上に緊張しておりますが、お子様にはもちろんのこと、皆さんにも本当に楽しんでいただけるよう精一杯努めますので、ぜひ会場の方へ足を運んでいただければと思います。よろしくお願いします。